ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まりつつあるよね。そんな中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いあるいは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたらしいな。いよいよウクライナも全力でクリミア半島を取りに行くってわけだね。さて今回はそんなクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島は2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアによる実効支配が続いているよ。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると見られているウクライナ軍の大反攻がクリミア奪還を視野に入れているとの見方が主流となっているんだ。面積約2万6000平方キロのクリミア半島は北部でユーラシア大陸ウクライナ南部ヘルソン州とつながり、黒海に突き出した形になっている半島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているね。また、半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって、突き出ているタマン半島の西端には、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまでのウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港のあるセバストポリ特別市に分かれ、クリミア自治共和国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたな。そして2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国としてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市としているよ。2014年にロシアがクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、ロシアがヤヌコービッチ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行ったことにあり、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれ、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したもので、ウクライナはもとより国際社会の多くの国家がこれを非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているみたい。しかしながら、人口約230万人とされているクリミア半島では住民の約 60% がロシア人とされ、国籍をウクライナとするウクライナ人は約 24% に過ぎず、住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に話しているため、ウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったとされており、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態だぜ。クリミア半島奪還を唱えるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中で、
ウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきたと述べ、今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まったとした上で、この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているよ。このゼレンスキー大統領の姿勢に身の危険を感じたロシア系住民による、クリミア半島からロシア本土への脱出が急増しているらしいね。クリミア半島では、2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際に、ウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていて、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民はここまでの侵略戦争の経緯から不安を強くしているのであろうとの見方が広がっているんだ。ウクライナのゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が、ウクライナの国営テレビに出演して述べたところによると、ロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせているとして、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出しているとしたよ。ゼレンスキー政権では以前から、2014年以降クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとして、ウクライナがクリミアを奪還した際にはそれらロシア人にはウクライナの法律や国際法が適用され、国外退去処分となる可能性があると指摘していたな。タシュワ氏はさらにどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためにわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているとして、クリミアの住宅市場は売り意識になっているとも付け加えたみたい。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいて、ロシア系住民の多くはいずれウクライナ軍が近い将来においてクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べているよ。2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS に上げられていたよね。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表したが、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合の、クリミアやロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されているぜ。これらの動きからクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・ヤクショーノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようとしているけど、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍は、アメリカから高機動ロケット砲システムハイマースの供与を受けて実戦配備して以来、それをロシア軍の歩兵、戦車などの装甲車両への直接攻撃ではなく、後方の兵站補給路の遮断や集積地への攻撃、および司令部や兵舎などへの攻撃を展開してきたね。その結果として、ロシア軍がそれまで後方から猛烈な支援砲撃を行っていたものが、だんだん頻度や砲弾量が減少していることが、NASA の衛星写真を利用した火災感知システムで判明しているぜ。前線部隊の進撃速度が落ちるか、あるいは停滞していて、
前線のロシア軍部隊への補給が滞っているのではないかと見られているんでしょ。ハイマースの投入は戦場に一石を投じる結果になったみたいだね。そうだね。さて今回は、ハイマースの有効活用に対レーダーミサイルを供与して、ロシアは供与兵器の破壊を強調したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ハイマースは機動性の良い多連装ロケット砲システム、いわゆるマースマルチプルローンチロケットシステムと呼ばれる兵器なんだけど、このマースとは東西冷戦時代に、旧ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が強力強大な大戦車部を押し立てて、北大西洋条約機構がNATO陣営に襲いかかられた場合に、それに対抗するだけの戦車数を持たなかったアメリカが、多数の小型爆弾を数百個詰め込んだクラスター弾頭のロケット弾、旧ソ連軍の榴弾砲の射程では届かない遠方から一斉射撃し、クラスター爆弾の雨を降らせて進行部隊を丸ごと壊滅することを狙う面制圧のために開発された兵器なんだって。この MLRS は 227mm ロケット弾を12発搭載可能な M270 が現在でも NATO 諸国で運用されていて、今回ウクライナにはハイマース他に、イギリス軍が保有していた M270 と、M270 をドイツがフランス、イギリス、イタリアなどと改良して運用しているマース2が供与されているよ。ウクライナ軍には8月12日までにハイマースが16機供与されているんだけど、ウクライナ軍には蒸気のようにハイマースの他にもマースが供与されていて、ウクライナ軍は高機動性のハイマースと、機動性は劣るもののハイマースの倍の12発のロケット弾を連続発射可能な M270 とマース2を状況に合わせてうまく使い分けているみたい。ハイマースと他のマースが使用するロケット弾は全く同じものであり、具体的にアメリカがウクライナに供与しているロケット弾は高性能爆薬を詰めた単弾頭タイプで、長射程の M30AH または M31 と見られているよ。ちなみに M30AH のベースは M30 クラスター弾で、弾頭に約400個の小爆弾小型爆弾を詰めて発射し、目標上空で炸裂させて広範囲に小型爆弾の雨を降らせて、そこに展開している敵部隊を一気に殲滅して面を制圧するものだったんだぜ。しかしながらこのクラスター弾は不発弾となる爆弾が多く発生することが指摘され、戦後平時となった際に残った不発弾によって住民に犠牲が出ることが多々あることから非人道的兵器と批判され、近年は国際的にその使用を規制する動きが活発になり、クラスター爆弾禁止条約オスロ条約が成立し、日本はその条約を批准していて、現在の陸上自衛隊はクラスター弾を保有していないんだ。戦時下の名残で住民が犠牲になるなんてあってはならないことだもんね。しかし、アメリカはこのオスロ条約を批准しておらずロシアや中国も批准していない。国際法的にはクラスター爆弾の使用には問題がないんだけど、世界の潮流に合わせて M30 のクラスター弾を廃止して単弾頭型に改良したのが M30AH を運用しているってわけ。M30AH、M31 どちらも最大射程は70から 80km、90km 以上との見方もあるとされるんだけど、なんといってもこのロケット弾の利点は GPS を使った誘導による、高い命中精度を誇る G-MARS ロケット弾であるということで、その誤差は 70km 先の目標に対して2から 3m 程度とされているよ。実際にウクライナにおいてピンポイントな精密誘導は遺憾なく発揮されており、7月下旬にロシア軍が占領しているウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソン市近郊の、ドニプロドニエプル川に架かるアントノフ橋を、ハイマースのピンポイント攻撃で通行不能にしたことでもわかるよな。このアントニフスキー橋攻撃で注目すべきは、橋を完全に破壊するのではなく、道路部分に大きな穴を数箇所開け、大型トラックのみを通行不可として小型車や徒歩による通行を可能にしながら、橋脚などが無傷である点だね。ヘルソン市やドニプロ川を溶かしてムイコラーユ方面に進出して展開しているロシア軍の重要な補給路であるこの橋にダメージを与えつつ、ヘルソン市を奪還した際には橋を素早く修復できるようにするために橋脚の破壊は避ける攻撃を見せたんだ。まさに脳外科手術のような精密砲撃をロシア軍に見せつけたってことだね。通常のロケット弾は長射程で遠方の目標を攻撃することができるんだけど、榴弾砲などよりも命中精度は低く、ロケット弾のこうした欠点をカバーするため多数のロケット弾をほぼ同時に連続発射して、かつクラスター爆弾によって広範囲に面を制圧するとの発想が生まれ、マースが登場したよ。しかしながら、長射程であり精密誘導によるピンポイント攻撃が可能な G マースの開発によって、クラスター弾を使わなくとも広範囲での面制圧が可能となったってわけだな。このハイマースなどのマースから発射される長射程精密誘導ロケット弾に対して、ロシア軍は相当手を焼いていると見られ、実戦配備されてから頻繁にハイマースを破壊したとのプロパガンダを必死に展開しているよ。
8月9日にもロシア国防省が定例記者会見において、ウクライナ中部のウマニにある弾薬庫を攻撃して、弾薬庫内に保管されていたハイマース用のミサイル300発以上と、155mm 牽引式榴弾砲 M777 を破壊したと発表しているみたい。ロシア国防省やロシア軍は、このようなハイマース関連の破壊情報を盛んに発表しているんだけど、いずれも証拠となる画像や動画がなく、たまに添付されていても不鮮明であったり爆発の瞬間だけを切り取って公開していたり、事実認定が不可能なものばかりであると指摘されていて、9日の発表についてもこれを報じたロイター通信が事実関係は確認できていないとしているんだ。このようにハイマースなどのマースを恐れるロシア軍にとって、さらに厄介な兵器がアメリカからウクライナに供与されたことが、アメリカ国防総省から発表されたよ。8月8日、アメリカのカール国防次官が記者会見において、アメリカがウクライナに対してレーダーシステムを標的として自律的に攻撃する対レーダーミサイルを供与したことを明らかにしたんだ。カール国防次官は対レーダーミサイルの種類や、具体的な日時や正確な数量などは明らかにしなかったものの、CNN の取材などによって供与されたミサイルは空対地ミサイル AGM-88 であることがわかっているよ。実はその以前、7月25日にウクライナのレズニコウ国防相が対レーダーミサイルを受け取ったとの発言をしてはいたものの、ウクライナ空軍の戦闘機が全て旧ソ連製であることあら、西側の対レーダーミサイルの運用にはかなりの時間がかかるとされて重要視されていなかったんだ。しかし、カール国防次官の発表の前日7日に、戦場において AGM-88 のものと認定できる破片が発見されたことが、ウクライナの悪霊ネウィーポンズトラッカーのツイッターに投稿され、すでに供与されてウクライナ軍が運用していることが明らかになったってわけ。そのため、今さら唐突なカール国防次官の発表につながったとされているんだけど、これについてはアメリカとしては AGM-88 の供与はできるだけ秘匿しておき、ロシア軍に気づかれる前に S-400、S-300 などを、対レーダーミサイルでできるだけ破壊しておきたいとの目論みがあったのではないかとの推測もあるよ。AGM-88 がすでに供与され運用されているとして、どのプラットフォームから発射されたのかは謎なんだけど、アメリカがウクライナにMiG-29のためのパーツを供与したとの情報があり、これがMiG-29において AGM-88 を発射可能とするものであった可能性が高いとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月22日、クリミア半島の北部にあるジャンコイ付近で爆発があったみたい。これに関して、ウクライナ当局側から輸送中だったロシア軍の巡航ミサイルが破壊されたと見られるとして発表があったね。でも、ウクライナ当局はウクライナ軍が関与していたかどうかについては明らかにしていないね。そうだね。
さて今回はそんなクリミア半島でのミサイルの破壊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。先立って20日に、ウクライナ軍情報総局が、ロシア海軍黒海艦隊のキロ級潜水艦から発射される巡航ミサイル、カリブルが鉄道輸送中に破壊されたと発表していたことと一致しているんだけど、これに関してもウクライナ軍情報総局はウクライナ軍の関与については明らかにしていないんだ。潜水艦発射型巡航ミサイルカリブルは潜水艦だけでなく、艦上、地上、空中など、様々なプラットフォームから発射可能な巡航ミサイルで、マッハ 0.8 の速度で飛翔して、射程は潜水艦発射型で約 2000km、艦上発射型で約 1500km とされているね。ウクライナのクリミア半島は2014年以来ロシアによって一方的に併合され、国際社会からはロシア領として認められていないんだけど、ロシアが着々と住民のロシア化を進めている地域で、今回のウクライナ侵略を契機として、ウクライナのゼレンスキー大統領がその奪還を目指すとしているみたい。このウクライナ側からの発表についてロシア側はそのような攻撃はなく、ミサイルが破壊されたとの報告はないとして否定していて、クリミア半島でウクライナ軍のドローンが民間のインフラ施設を攻撃したとしているね。それを裏付ける証拠として住民がドローンによる攻撃とみられる爆発音を聞いたことを証言していて、さらにその住民が撃墜されたドローンの破片を拾ったとしているほか、別の住民が家の近くでミサイルが爆発したために建物の屋根が吹き飛んで衝撃波によって、窓ガラスが割れたと語ったことを伝えているが、動画や画像などによる確認はされていないというよ。この報道に対してインターネット上ではロシア側はウクライナ全土の民間インフラを破壊し続けておきながら、クリミア半島だけでなくロシア本土が何らかの攻撃を受けるとウクライナ軍が民間人をターゲットにしていると騒ぐが、国際社会でそのような一方的で理不尽な主張が受け入れられると本当に考えているとするなら、その身勝手さには呆れるばかりだと非難する声が多いんだって。自分たちは散々好きにやっておいてよく言えるよね。ロシアの主張の身勝手さは今に始まったことではなく、旧ソ連時代から指摘され続けてきたことなんだけど、それにしても2022年2月24日にウクライナ侵略を開始してからというもの、ロシア側から発信される全ての情報が身勝手、欺瞞に満ちていて全く信用できないとする見方が広がっているよ。そのロシアの前身である旧ソ連を見習ってきた中国や北朝鮮も、そのことについてはロシアと同様かあるいはそれ以上に身勝手であり理不尽であり、自己中心的な姿勢であり、日本の共産党の主張を見ても程度の差があるとしても共産主義とは、そういうものなのだと納得させられるとの声が多々上がっているみたい。その身勝手さはつい最近にも発揮されていて、ウクライナ軍に対して、2023年4月頃までにアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国から、第三世代戦車が供与されることになり、アメリカからは M1 エイブラムス、イギリスからチャレンジャー2、ドイツと他のヨーロッパの国々からレオパルト2を合わせて300両近くがウクライナに引き渡されることになり、ウクライナ兵への操縦訓練などが進められているんだけど、そのことを懸念するロシアのプーチン大統領が、イギリスの国防省が、ウクライナやレンジャー2戦車の供給だけでなく、劣化ウラン弾の供給を表明したことが、今日明らかになったとした上で、もし、そのようなことが事実であるとするならば、ロシアはそれ相応の措置を取ると発言したんだ。劣化ウラン弾は戦車の装甲を貫通する力が強く、対戦車用兵器としてよく使用される戦車弾で、微量の放射性物質が含まれるため、国連機関では懸念が示されているとの事実はあるよ。ただし、この劣化ウラン弾はロシア軍も普通に正式採用しているものでもあり、このウクライナ侵略戦争においてもそれを使用しているとみられているのであるが、それにもかかわらず、ロシアはこれは西側が核兵器を使ったのと同じ意味を持つと言い出しただけではなく、相応の措置を取ると発言したってわけだね。これはつまり、自分たちがウクライナに対して使用している劣化ウラン弾を、西側諸国がウクライナに提供することを核兵器を使用したものとみなして、
対抗措置として核兵器を使用するという身勝手で理不尽極まりない話だよね。このことについてはロシアのショイグ国防相もまた、イギリスがウクライナに劣化ウラン弾を提供することによって、西側諸国との核衝突にまた一歩近づいたと発言していて、これに対してアメリカのカービー戦略広報調整官は、ロシアは論点をすり替えようとしているに過ぎないと切り捨てて、劣化ウラン弾は数十年にわたり、西側諸国だけでなくロシア軍でも一般的に使用されているとした上で、ロシアがこれ以上ウクライナ軍に戦車を破壊されたくないというなら、不当に侵略して占領しているウクライナから退けばいいだけの話であり、そもそもロシア軍がウクライナ領内に存在していることが場違いなのだと非難しているよ。またイギリス国防省もカービー戦略広報調整官と同様に、劣化ウラン弾は世界中で数十年使われてきた標準装備であり、ロシアはその事実を隠して意図的にデマを流しているとして、やはりロシアによる自己中心的な対応を非難したんだ。日本においてロシア事情に精通しているとされている東大先端研小泉雄専任講師は、ロシア製の鉄鋼弾の中にも対戦車用に劣化ウランを使用している弾頭を持つ砲弾があるのは間違いなく、今回の侵略戦争においてそれらを使っていないことはないと思われるとして、要するにこのウラン劣化弾という砲弾は戦車の大砲における通常弾に過ぎないとした上で、それに対して報復として核兵器を使用するというのはあまりにも荒唐無稽であるとしていて、ロシア側は政治的に西側諸国のウクライナに対する軍事援助を牽制しているだけと考えられると述べて、これ以上の援助をしないようにとの脅しの材料として言っているだけかと、単なる脅しとしての意味合いが強いとの見方を示したよ。また、ロシア側ではこの劣化ウラン弾の他にも、国際社会から見れば自己中心的で身勝手で理不尽な言動が見られ、ロシアがウクライナ領内に侵略を開始した3月24日に、ロシア国家安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領が、ロシアメディアの記者らによるインタビューを受ける様子を撮影した動画を SNS に投稿して、もしロシアが実効支配しているクリミア半島に対してそれを奪還することを目指してウクライナ軍が攻撃するならば、ロシアにおける核兵器使用抑止としてドクトリンで規定されたものと照らし合わせたとしても、ロシアが全ての防衛手段を使用する根拠になるのは明白だと述べ、ウクライナがクリミア半島奪還の動きを見せれば核攻撃を実施する可能性を示して威嚇したようだよ。メドベージェフ氏前大統領はさらに、敵がロシア国家の一部を切り離そうとする試みは、ロシア国家の存在自体への侵害だと主張し上で、核を含む全ての兵器を使用できる根拠があることを、海の向こうの国家が理解してくれることを願うと述べて、アメリカを牽制したね。このロシアにおける核のドクトリンとは、プーチン大統領が2020年に署名した文書、核抑止の国家政策の基本に記されているもので、たとえ通常兵器で攻撃を受けたとしても、国の存在が脅かされる事態となった場合、ロシアは核兵器で反撃できるとされているものなんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。